まあ、人生って何だということをみんな考えるわけじゃないですか、みんなそれぞれに。でその時に、まあ、人生っていろんな言い方があるよね。もう俺なんか人生はって言われたら死ぬまでの暇つぶしとか思ってるわけよ。だから死ぬまで暇やからとにかく生きてる間はなんかいろんなことやる。人間暇やから働いたりするとかってこういうふうに思って、それを人生と思ってるけど、まあでもいろんな言い方がある中で僕はこれだなと思ってるのが、人生とは美しく、何を美しいと思って生きるかってことが人生だっていうふうに思ってるんですよね。そういう言い方もある。だから悪いこととかいいことではなくて、その自分の行為とか周りにあるものが美しいかどうかっていうことでみんな見ていくと、意外といい世界が見えていく。でそれがどうやら日本という国は今世界の人が来て見てみんな言いますよね、美しいって。何が美しいんだったらゴミが落ちてないとか。でもこれもね、全部教育の結果なんですよ。すなわち教育がそういう言葉は直接使ってないけれど、やっぱりなんとなくそういうものがその教育の中にやっぱあるんでしょうね。だから日本だけでしょ、子供が学校に来て最後終わったら掃除をして帰るとかさ。でこの頃アジアのいろんな国がどうやら日本を見てたら子供らは勉強が終わった後掃除していくぞみたいな。ヨーロッパなんか見てると掃除するのは、掃除する子供が掃除をしてしまうと掃除するし仕事を奪うことになるとか、なんとか言いながら、させないとか、まあ、しないとかしないことに理由付けをしてや、まあ、そういうことをやって、でも日本はそういうことをどん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 教育の中でやっていきますよね。で多分村瀬先生の関係でやったと思うんですけど、横浜のなんか中学校かなんかで、その中学校にすんごく外国の人がたくさん来るようになって、それでその外国人がこう集まってるその県営住宅かなんかのところの公園がもうゴミだらけになって、そのなんか世界の人はなんかゴミはもう2階の窓から捨てるというような習慣の国もあるみたいで、めちゃくちゃになってやったら、そのでこれどうするかって言って、その横浜市も困って、これどうやろうと言葉が通じないで、捨てるなって言うたって捨てるということでやったら、その校長先生がいやいやもうしばらく待ってくださいって、僕ちょっとやりますからみたいな。何やったかというと、子供らに全部ゴミの分別を教えてあげるね。でこれをだからこんなことは恥ずかしいことなんだよって、で家に帰ってお母さんやお父さんに教えてあげなさい、その日本で暮らすのはこういうふうにしましょうという。でそれを写真かなんか撮ってクラスで見せて、これで前はこんなんだったよって、でこういうふうに暮らせるようになるんだって、でそのためにはこれだけのことしなきゃ。で教育の中で全部やったら、確かに1ヶ月以内に公園きれいになってる。でお母さんたちもその何分別のそういうゴミの収集なんかを知らないし、自分の国ではそんな習慣もないし、ゴミは部屋で溜まったら窓から捨てるみたいな、まあ、日本にいたら信じられないようなことを普通にやってる国がいっぱいある。それは汚いはずよね、その日本から言えば。だけどそういう文化だけど、教育によってそういうものの内容っていうのは意外と早く解決させてしまう。全部だから最後はどうなってるかというと、教育現場で全部引き受けていってるわけですよね。でこれなんかもうすごいなと思って、あのいや1ヶ月で綺麗になったって聞いたから、で子供がみんな親に教えるらしいんです、そのこんな恥ずかしいって、これは恥ずかしいことなんだというふうにしてやったらしいけど、まあそんなことですよね。だからやっぱり教育っていうのがそのどうあるかって、これも全部それをどん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 突き詰めていったら、実は美しいか、これが全部キーワードになってる。で、まあ、あの自殺してしまったけどね、俳優で渡辺裕之っていうのがいたんですよね。で彼はね、彼も横浜に住んでて、あの
家にいるときは毎日ね、70リッターかなんかの袋、ゴミ袋、あれ2杯持ってランニングに出かけて、ザーッと毎日それがいっぱいになるまで走って帰ってくるなんて。ほな140リッターかなんかやな、ゴミ。お前そんなにゴミってあんのって言ったら、ありますよって言うわけ。ね、綺麗じゃないかって。いやいや、全然綺麗なことないですよって。でね、なんで日本が綺麗かっていうと、日本も世界もゴミを捨てる人は同じだけいるんやっていうの、鍋ちゃんがね。で何が世界と日本は違うかって言ったら、僕のように拾うやつがおるんやって、この国は。それだけの差っていう。だから植え込みとかあんなとこ行ったら、毎日タバコの吸い殻から何かいっぱいあるって。で本当に毎日それぐらい捨ててるやつはいるんだって。ただやっぱり捨てるやつよりも拾うやつの数がやっぱ日本は多くなってるんだ。だからもう路地裏から何から全部きれいなんだ。そういうことなんだって。だから捨てないでくださいではないんですよね。その捨てる人に別に捨てるなとは誰も言ってないのね。だけど拾うやつがいる。で拾う人のあれが大きくなっていく原因は何かっていうと、やっぱり見て美しいってことだから、拾う人の方に人間の気持ちが全部いって、やがて捨ててた人もゴミを家に持って帰って自分で処理するようになっていく。そうするとどん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 それは美しい方向に向かっていきますよね。でそういうことになってくると、物の考え方も美しくなっていくだろうしね。だから正しいとか正しくないとか、いいとか、まあまあ言い悪い一緒か、正しい正しくないって一緒ですけど、そういうものよりも美しいか美しくないかっていう基準って持ってると、意外と社会も良くなっていく。そのでそれのある程度成果が出てる状態が今の日本だと思うんですね。で実際僕なんかが子供の頃なんて、日本も汚かったですよ、そんなもん。で我々だってタバコ吸ったからパッパッパッ捨ててたもん。その本当にあの窓から車に乗ってバーッと捨てて、で奥さんから捨てんなって言って怒られて、捨てんようになって、 またこの灰皿また掃除せんならんやないかとか言うて、そんな馬鹿げたレベルの時代ってあるんですよ。そうだけど今考えたら、あんなこと、みんな俺だけと違うみたいなとか言って、みんなやってたなみたいな。